園大会準々決勝第1試合の模様をお届けいたします。一塁側山口代表新鋭高生、三塁側愛媛代表今治、すでに三塁側一塁側カラフルな応援団も陣取っています。さあ注目の準々決勝、ワンアウトランナーなしという場面で山口の稲沢、川村マウンド上、直もチャンスが続いています。初球、ピッチャー
球速球アウト、スリーアウトチェンジ。8回の裏が終わりまして4対2、後世2点勝ち越しです。いよいよ最終回を、担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。